どうもコブラです。今回は労働者の行動力が回復する料理を紹介いたします。それではやっていこうと思います。フィッシュフィレチップを作るにあたり、ホワイトソースが必要になってきますので、こちらベースソースと、えー、料理用ワインに関して言うと NPC の商店で買うことができます。リンゴに関して言うと、 その他の他フルーツでも代用が効きます牛乳に関しては、まあ、牧場にいてミニゲームをやってですね牛乳を獲得することができますそれか酪農をやるかどうかっていう2つありますフィッシュヒレチップの必要素材としては、まあ、魚もしくは乾燥魚2個となります穀物類 なら、まあ7個、どれでもいいと思います。先ほど作ったホワイトソース、そして塩に関して言うと NPC 商店から購入が可能となっております。フィッシュフィレチップの必要素材を投入して、まあ分量間違えずにやると一番いいと思います。それでは、これを作っていきます。 労働者の行動力ポイント5回復するフィッシュフィレチップ、そして青枠だとプラス6となります。こういったものを使って、まあ、労働者を回復させたり、まあ、ビールを使って、で、ある程度、まあ、人間労働者とかジャイアント労働者だったら、 行動力たたくさんあるのででそういった時にですねこういったフィッシュフィレチップを使った方がいいのではないかなと思います今回は「労働者の行動力ポイントが回復する料理の紹介」でしたこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かりますということで皆様本当にお疲れ様でした